入れて、あ、これや、大きな看板、見えた見えた、なんかすごいな、狭いところ商店街から隠れてるよね、じゃあ行き方がおかしいな。あれ、ちょっと違ってるで。でも、それで。看板だけちゃうんだ。ほら、だいぶ離れてるの。あ、そうなる。うん。でも、商店街だよね。北に進みます。美味しい、わかんないかな、コーヒー、たらわかんないかな、これを見んや、あ、ほんまや、メンチカツも美味しいって感じだね。よかった、よかった、こんな狭いとこ行ったらどこ行くんかな。でもメンチカツも買うの、まあ、食べてだけで、これから、こっちや。え、そんなとこ神社あるの？あります。あるんだな。あ、ここや。ここや。むっちゃ近い。むっちゃ。いただきます。おっぽ、うん、おいしい、フルーツ美味しいですね、うん、美味しいわ、あっか、うん、うん、おいしい、まあ、コロッケおいしいな、あ、コロッケ食べました、ごちそうさまでした。
美味しかったです。どこここ、どこで、どこここどこやねん、帰りたい全然分からへん。あの駅前ちょっと探そうよ。はい、ちょっと待って、よいしょ、ちょっと駅前、あ、正規で、正規の今合ってるかな、お、なんか大きい通りに行きそうな感じです。なんか合ってるんじゃないですか。お、これをね、左、多分。あ、多分、あれ、緊張しなくて。中にもあんな大きい商店街あんねんな、びっくり、うん、大きいんやわ。これさっきのあの何だろう、金太郎のとこいた。今回の動画いかがでしたでしょうか。高評価ボタンお願いします。まだチャンネル登録されてない方、チャンネル登録お願いします。今回の動画で興味を持っていただいたところがあれば、最新の情報をウェブでチェックしていただきたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは次回の動画もお楽しみに。